Marge、 失踪した天の娘を探すというサイコサスペンスです。この映画が新しいのは物語の 100% がコンピューターで語られるということです。この方法で普通の映画とどこが違ってくるか後ほど説明したいと思います。それともう一つの特徴は、この主人公一家がアジア系なんです。これはアジア系である必然性がないので画期的です。まあ、このアジア系の真面目でおとなしい家族なので、物語が余計ショッキングになったという効果がありました。まあ、それとアジア系はハイテクなイメージがあります。まあ、それとですね、このティーンの娘ですけれども、いい子なんですよね。それなのに本当の友達がいない、仲間の輪からちょっと外れているというのは割とアジア系にありがちです。これが白人黒人でしたら、なぜこんないい子に友達がいないか説明しなければいけません。2つの大きな特徴のある映画ですが、サスペンスとしても十分見応えがあります。サーチをしているうちに娘の隠れた顔が見えてくる、ネット上の罠もある、そして家族の物語としても感動しました。コンピューター上の過去の写真やビデオで冒頭からこの家族の過去の歴史が分かります。直ちにこの家族に感情移入できます。ティーンの娘が失踪して、父親が娘のコンピューターをサーチしているうちに娘の別の顔が見えてくる、父親の驚きと不安、周りの人がだんだん信じられなくなっていく、この辺がスリリングで世の親は身につまされます。コンピューター画面のみで話が進行するというのはいろいろ工夫していますが、どうしても映画としてスケールが小さくなります。画面が平坦になる、カメラが固定されているという難点があります。面白い点は、スマートフォンやコンピューターを通さないものは省略されるので話の進行が加速されます。そしてコンピューターだけでちゃんと映画になるというのは驚きです。最後はトーンが変わります。ちょっと急ぎすぎたかもしれません。しかしちゃんと感動も用意されています。お父さん役のデイビッド・キムはスタートレックなどでもおなじみです。苦しむ父親像が痛々しいです。娘役の女優さんも美顔などではなく普通のティーンで好感が持てました。ネット配信などで見るのに最適の映画ですが、アジア系を採用してくれましたし、新しい表現方法を試していますので、ぜひ映画館に足を運んで応援いたしましょう。私の評価は B です。